皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2020年のドラマシリーズ、エージェント・オブ・シールドのシーズン7。現代、エージェンツ・オブ・シールド。1話が約43分で全13話。主な出演は、クラーク・グレッグ、ミンナ・ウェン、クロエ・ベネット、など。イノックの作戦を受け入れたフィッツとシモンズ。クロニコムを追って時空をジャンプしたゼファー1は、1931年のニューヨークに到着。マック、デイジー、リークはコールソンと共に、クロニコムの狙いを探るべく過去の世界へと降り立った。というストーリー。マーベルシネマティックユニバースと世界観を共有する、ABC の企画による元祖ドラマシリーズの最終シーズン。歴史を遡って、各話の作風がそれぞれの時代を反映するという、前半の構成は見ていて面白い。エージェントカーターのスーザが登場するなど、過去シーズンの要素やキャラの取り込み方もうまい。エンドゲームでも登場した量子世界を絡めることで、シーズン6と7のタイムラインを一応説明して、ラストはまとめることができた。ということで、評価は。Thumbs up.